それではその泡盛というのはやはり一番の魅力はやはり熟成することによって、その泡盛の品質が向上するというのが泡盛の一番の特徴であります。で、まあ、今日は、そういった泡盛 の5年、10年、15年の、コシをちょっと飲んでいただいて、その違いをちょっと確認してみます。10年。次15年。で、まず5年、10年、15年と順々に、まあ、香りから、嗅いでいただいて、やってください。で、年数が経つにつれて香りが、薄くなってきます。ですけど、その香りが薄くなるんですけど、香りが甘い香りに変わってきますので、まあ、それを確認してみてください。香りを見ていただいて、香りの違い、やっぱり飲んだ時も、要するに年数が経つにつれて味のその柔らかさ、やっぱり泡盛がこんなに美味しいもんだと、この最発見、最発見でしょ、はい、うん、まあ、まあ、これもそうだけど、やっぱり泡盛というのはやっぱりみんないい酒飲んでない、はい、いい酒で変わりますね。年数というのはやっぱり時間がかかるし、まあ、それだけコストもかかるんで、ちょっと高い、そのお酒になるんで、ですからそういう意味では、ぜひその自分で空想を作る、亀で空想を作る、そしてこういった美味しい青森を作る、一番いいのは簡単ですよ。50里の道場に大きな亀を置いておいて自分の中で熟成させたやっぱり空須をその飲んでもらえるという。名前は20年ということは、要するに子供が生まれました、成人式まで預かりますという感じ。ここは、ザ・オーナーズといって、その泡盛を5年間預かります。で、まあ、一升瓶であったり、うちの、陶器の亀であったり、まあ、5年から最長20年、子供が生まれて成人になる20年間最長預かりますということで、ザ・オーナーズという預かりの蔵です。まあ、ここにあるのは、その子供、手形、足形があるのは誕生記念で、お父さんがその子供の成長を祝ってここに預けている陶器の壺でございます。お父さんとお母さんと二十歳の成人の時に一緒に飲みたいなという思いを持った一つの泡盛です。ある意味では泡盛も一緒なんです。泡盛も、まあ、九州の焼酎もそうだけど、要するに基本的には作ったものを熟成するだけ。ところがヨーロッパは足し算引き算をするわけだ。で、スコッチウイスキーなんかブランデーなんかは、麦で、蒸留して、でそれをこの樽に入れる、木の樽に。で、もともとは蒸留しているのはもともと白い酒なんです。透明な酒、樽に入れて樽から出るあの黄色いのは樽の成分なんです。樽からいろんな、出るいろんなその甘い香りであるとか、そこら辺を使って、樽を使って要するにスコッチウイスキーは熟成をさせる、すごい。でブランデーも一緒、要するにジンも、要するに簡単に言えば、あれも蒸留するときにいろんなそのハーブとかそういったものを、その草木を入れて香り付けをして、要するにジンというのはあれは透明です。だからあれも足し算なんです。でもう一つの、ね、世界の英語、ウォッカ、ウォッカは今度逆にあれは引き算で、あれできたものを要するに白川の活性炭で、要するに味を、要するに活性炭で毒素を、要するに活性炭って言って、要するに、その消臭剤、要するに香りを吸い取る、香りをその
その白樺の炭でどかして仕上げる。これは引き算なんですよ。ところが、青森の焼酎も日本の蒸留酒というのは要するにもともといい水があったし、その黒麹というその麹菌という技術があって、はっきり言うと足さなくても引かなくてもそれだけで美味しかったです。本質的な青森の部分。ところが沖縄というのはもともと大きな木がないでしょ。大きくないから何があったかというと、よくこういった亀を出会えて、亀で要するにその、ものを入れる。で、保存するというのが沖縄の要するに亀の文化なんです。青森もというのは、やっぱり日本というのは水がいい。ですからそんなに、足さなくても、引かなくても、要するに美味しいのができる。何も加えないということは、要するに体にとってもいい。要するに自然な、ナチュラルな、その、蒸留酒。ですから、青森ってのはそんなに、割合しないでしょ。というのは、なぜかというと、何も要するに入れてないから。余分なものがほとんど入ってないんですよ。瓶熟成とかでも大丈夫なんですか？瓶熟成でも大丈夫です。ですけど、例えば、さっき、で、これ飲んでしょ？はい。やっぱり、そういった、それこれと、これ15年で、まあ、これが瓶熟成と思っていいです。はい。ステンレス。で、さっきのが、これが亀熟成。これの違い。この違い。瓶熟成と亀熟成。やっぱり、その亀熟成の方が、味の深みが出る。ちょっと変わった青森を、はい、これマイナス30度ですけど凍りません。それがトロトロしてます。これ4日凍りで新酒ですけど、ね、飲んでみます。いただきます。新しい感覚ですね、うん、でこれも43度あるけどスーッと入ってくるし、はい、あ43度もあるんですか、うん、これ43度これと一緒で43度はこれなんです。30度は若干美味しいですね。こういうのがどうも、道場の一番下のデートもいいときにデートがありますから。すみません、もう一杯もらっていいですか。もうトロトロ感非常に、うん、やっぱり臭いと思うんで美味しいですね。美味しいでしょ。はい、美味しいです普通の青森だと入れちゃうと凍っちゃいますよね。30度はちょっとやったことはないですけど、ずっと、うん、シャーベット状になりそうですね、うん、シャーベット状になる若干ないですよね。ただ43度は、まあ、通常の家庭の冷蔵庫で絶対これ、もうこれだったらもういくわよ。いくわよ。あとこれはこれで炭酸割りで、はい、まずはビールじゃなくてまずは炭酸割りで、まずは炭酸割りで、はい、これだったらもういくわよ。